札幌市内の飲食店に要請されている時短営業が今日で終了します5ヶ月ぶりの全面解除にタクシー会社からは期待の声が上がっています札幌市内のタクシー会社では明日の全面解除に向けて準備に追われています札幌市白石区のタクシー会社ではおよそ100台の稼働台数を今は8割ほどまで減らしていますが時短要請の解除で 明日からはフル稼働することととにに決めましたた一言で言でうと本当にありがたいと、えー、私どもの業界はもうともすればその飲食店さんともう一蓮托礁の部分もありますので多くのお客様が、まあ、あの戻ってこられて、えー、盛り上がっていくんではないかなとこのタクシー会社はススキノに2カ所専用乗り場があり落ち込んでいた集客に期待を寄せています。